それでは伊藤選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。そうですね、まあちょっと拳と右足の甲が痛いなって感じですね。はい、あとやっぱ負けちゃったんでちょっと悔しいなと思います。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？そうですね、まあでも予想通りだったんですけど、まあただ組がめちゃくちゃ強くて、なんか技術っていうかもう本当自力が本当に持ち上げられて寝技で下になったんで1ラウンド目で結構焦りましたね。今回ライジン初参戦でしたが、初めてのライジンのリングはどんな印象でしたか？もう最高でしたね。気持ちも上がったし、もう本当なんだろう、もう国内最高峰の、ね、舞台なんで、なんかそこで試合できるのが幸せでした。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。そうですね、まあ、今回の試合で、まあ、課題も見つかったんで、まあ、そこをしっかり改善して、まあ、あとは本当にまた呼ばれる機会があるか分かんないんですけど、まあ、呼ばれればまたもっといい試合して、まあ、次は勝ちたいですね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。英語学トニック真子です。まずその金太郎選手の、こうなんか思っていた以上だったものっていうのはどんなことがあるでしょうか？金太郎選手の思っていた以上のもの、まあ、そうですね、やっぱ組力というかもう上からのプレスっていうか、付け力がすごかったですね。ああいう戦い方をしてくるっていうのは予想してました？いや、打撃で来るかなと思ってたんですけど、まあ、まさかタックル来るのは予想外でしたね。まあまあ、金太郎選手、まあ、パンクラスなどで名を馳せてる選手なんですけども、はい、まあ、そういうところでやってる選手のこう実力を感じたっていう部分はありますか？まあ、パンクラスとかシュートとか別にあんま関係ないと思ってるんで、なんかそこは自分も、ね、グラチャンのチャンピオンなんで、なんか別に気にしたことないですね。あと、そうですね、今後このやっぱライジンでその勝ち上がっていくためにこう何がこう自分に今必要かなっていうのを感じてますか？まあ、やっぱ根本的な柔術の技術かもしれないですね。やっぱこう上からプレスされてそこから、まあね、際で勝てれればいいし、あとはまあ打撃でももうちょっとこう細かい部分でもっと訂正が必要だなっていうね、セコンドからいろいろアドバイスあったんで、まあ、そこをしっかり直したいですね。ありがとうございます。